月刊コミックラッシュ2010年7月号から2011年12月号まで第1部が連載され、2012年5月号より2014年4月号まで第2部が連載された。テレビアニメ、勇者ライディーンの生誕35周年として企画された作品であり、作中も同作から35年後の世界が舞台となっている。また、超電磁、ロボコンバトラーブイ、 超電磁、マシン・ボルテス・ V、東昇ダイモスの3作品も原案として名を連ねており、4作品のクロスオーバー作品としての側面も持つ。第2部では上記に加え、未来ロボ・ダルタニアスも原案として追加されている。長谷川が過去に連載していた漫画作品、超電磁対戦ビクトリー5の直接の続編となっており、 同作のオリジナル設定を一部引き継いでいる。スピンオフ漫画として、ゴッドバード・ヒヨコも同志にて連載され、単行本題4巻に併録されている。ビクトリー・フォースの面々のうち、コン、バトラーチーム、ボルテスチーム、イシトとエリカ、四谷博士、チリラは、 30年前にマグネバードのワープエンジンが故障し、ア高速飛行で地球に帰還したため、移動中の30年間は浦島効果によって、年を取っていない設定になっている。第2部では、コスケ以外のコンバトラーチーム4人は、スクエアの罠により身柄を拘束されてしまうが、アキラたちの突入作戦にこ応して脱出。密かに修理されていた。 バトルマシン6号機バトルアーマーで駆けつけた。第2部では、ボルテスチーム5人全員が、スクエアの罠により身柄を拘束されてしまうが、アキラたちの突入作戦にこうして脱出。密かに修理されていた、ボルトマシン6号機、ボルトスピナー、7号機、ボルトローラーで駆けつけた。第2部では、イッシもエリカもスクエアの罠により身柄を拘束されて、しまうが、 アキラたちの突入作戦に呼応して脱出。密かに修理されていたダイモスに号機列将フォボスで駆けつける。原作で一子と軽死郎の仲間だった泉生は、前作、ビクトリー5第2話でマグネーバードの乗組員として登場している。全員とも第2部に登場。原作の敵勢力であるザール聖冠帝国はゴッドバードの世界では、 ワーばラをによって滅ぼされている。詳細は各リンク先を参照。2010年12月13日、初版発行 ISBN978 から4、か86ら861768071。2011年6月13日、初版発行 ISBN978 から4、から861768484。2011年12月15日。 初版発行 ISBN 978から4から8617687432012年10月14日初版発行 ISBN978 から4から8617689582013年4月8日初版発行 ISBN978 から4から861768996 2013年10月7日、初版発行 ISBN978 から4から861769047。2014年4月7日、発売 ISBN978 から4から861769078。ありがとうございます。